はい、私はですね、モンスターハンターワールド、アイスボーンの、プロデューサーやってます杉本です。はい、僕のはモンスターハンターワールドのディレクターをしてます徳田裕也です。はい、今回フランス大会って、欧州の方で大会するのは初めてなんですけど、このパリゲームズウィークのですね、ソニーさんの、ブースをですねお借りして、フランスの大会やらさせていただいてます。で今後ろでやってもらっているのが予選やってもらってまして、ここで勝ち上がってた上がってきたチームで、決勝の方のタイムアタックで、競いやっていただくことになります。そうですね、結構練習されてきてるとは思うんですけども、練習の成果やっぱ緊張して発揮できないこととかも結構あるので、まず楽しんでプレーするところからスタートしてもらいたいですね。そうですね、僕たち2人ではイベルカーナ別に真剣にやってきたところは実はないので、そのクエストを調整してるメンバーがしっかりイベルカーナのクエストを調整してくれてます。まあ僕の方はイベルカーナはそこまでやっぱプレーできてないのもあるんですけど、7分です。はい、そうですね、モンスターハンターまだプレイされてない方とかはですね、今モンスターハンターワールドアイスボーンという形で出させていただいておりますけど、このアイスボーンってですね、モンスターハンターワールドの部分とアイスボーンの部分、まあ、両方入っているかなり大ボリュームの、ゲームとして思っていただければ、間違いありません。で今ですね、序盤の方ですね、駆け上がりやすいような装備の配信、無料配信というのも行ってますので、ぜひまだプレイされてない方は、プレイしていただけたらと思います。はい、ですね、マルチプレイで、4人協力しながらですね、大きなモンスターを、狩猟するというですね、まあ、ちょっと他のタイトルにないユニークな要素をたくさん持ったゲームになってますので、ぜひですね、今回いろんな大会のアクションも見てもらって、興味深い部分があったらですね、ぜひプレイしてもらいたいと思います。